お。手応えはあった。しかし。やはり、まだ立つか。うやや、とどめを刺したはずやのに、みんなピンピンしてるえ。はったりかと思っていたが、間違いないみたいだね。まだまだ余裕って感じじゃない？多分、傷を負わせても、傷ついた足から治っているからかな。やはり、それもアクルカの力と同じ。私たちの方が押しているはずなのに、追い詰められているのは私たちなのでは。孤爵のやつに、もてあそんでおるのか。ならば、こちらも力を。アクルカはダメ。しかし、このままでは。確かに。でも、まだやれるから。だから、アクルカは、お願い。だがどうする、オシトル。こちらの体力は削られるばかり。それに俺も今はアクルカが使えぬ。このまま粘ってもそのうち力尽きて押し切られてしまうのです。負けぬ。敵がどうあろうとここで負けるわけにはいかぬ。まずいな。このままだと奴にマスターキーを。なんだ。特別に調整したこの子たちをアクルカなしでここまで手こずらせるとは。さすがはウコンエ大将、そしてサコンエ大将といったところですか。褒めて差し上げますよ。思いのほか楽しいひとときでしたが、そろそろおいとまさせていただきましょうか。これだけの力を示したのです。帳の奥のお方も、もはや異論がないでしょう。なんだと。勝負はまだ。おや、わかりませんか。そうでしょうね。現実とは誰にとっても認めがたいものですから。ですが、体勢は決しました。あなた方が倒れ伏すのも時間の問題、誤差のようなものです。勘違いなさらないでほしいのは、別にあなた方に情けをかけたわけではありませんよ。ただただ時間が惜しいだけです。ですから、約束通りこれはいただいていきますよ。いつの間に。良いのですか。沈黙は皇帝とみなします。待つのじゃ。貴様がそのマスターキーとやらで何をなす気かは知らぬ。じゃがどうせよからぬことじゃろう。世に刃を向け、ヤマトの民に害をなす前に成敗してくれる。いつまでも貴様らの遊びに付き合ってやる義理などない。ですが、私は心が広い。まだ遊び足りないというあなた方のために、代わりの相手を残していきましょう。きっと、ディレボクシリでも退屈しませんよ。待て！逃がすわけには。何？礼には及びませんよ。楽しませていただいたお返しに、ほんのささやかな気持ちです。取っておいてください。ほう、ま
だそんな隠し玉を持っていたとは。兄様、これは。いやいや、気持ち悪いのが出てきた。こいつらは確か焼き取られてさ。ああ、このマガマガしさ覚えているじゃない。みんな知っておられるのか。どういうことじゃ。世にも分かるように説明せい。忘れもしない、この化け物。クスクルの河原で私たちを襲ってきた連中かな。まあ、クスクルでですか。そうだ、思い出したぞ。襲ってきたのはウズール社の暗部だったが、倒した後に今のような異形のものに化けたんでしたね。といっても一度戦ったことがあるだけで、それ以上のことは分かりませんが。あの時彼らを仕向けたのもオシス、あなただったんだ。ようやく気づかれましたか。彼らの見た目こそ異形ですが、いわばあなた方アクルトゥルカとは兄弟のようなもの。それにこれは立派な再利用。廃棄されるのを待つばかりの彼らを私の力で活躍できるようにしてあげたのです。こう見えても私はこの世界の限りある資源を有効に使おうと苦心しているのですよ。せっかくこちらに運んできたのですから、彼らにも楽しんでもらいたいというのが親心というものでしょう。つまりこれもお前のお手製というわけか。いかにも。ですが資料や器具が足りていませんので、まだまだ安定させるには時間がかかりそうですが。あの男、先ほどから何を言うとるのじゃ。まるでお父上の見業を使えるようなことを。禁書の知識を持っているみたいな口ぶりなのです。大光は自力で研究を積み重ねて旧世界と同じものを手にしたが、こいつたちは身の丈に合わぬ知識を持って遊ぶ。あまりに危険な。これで分かったでしょ。私こそマスターキーを持つにふさわしい。そう、氷のゆりかごの中で眠っていた試作品のあなたと違ってね。話が難しすぎる。やつがいけすかないってだけで十分じゃない。恩美大火矢の英知を受け継ぎ、正当なる後継と定められし者。そうです、この私が誠の人、天に選ばれし者。この私こそが新人なのだ。新人だと。それもあいつだというのか。どういうことだ。兄貴はそんなこと言ってなかったぞ。それに新人がいるならどうして遺産を自分に託そうとしたんだ。オシス、お前は一体。この世の頂点に立つがゆえに全ては許される。その証拠に社に住まう方々でさえ私の行いを咎めようとはしていない。わかるか、私は認められたのだ。マスターキーを持つにふさわしいものとな。ずいぶん無駄話が過ぎたようですね。話は終わりです。続きはまたお会いした時にでも。生き残っていればです。逃がすか。落ち着け、オシトル。飛び出したら狙い撃ちされるぞ。飛び出し注意。ご自愛ください、主様。しかし焦って飛び出すってのは旦那らしくないじゃない。そうです、いくら大事なものでも無茶ですよ。すまない。まずは目の前のアクルトゥルカモドキを倒さないことには追いかけられないかな。クオン殿、
あれをアクルトゥルカなどと呼ばないでいただきたい。何者であろうと俺の前に立ち塞がるなら切り捨てるまでのこと。クルエ、施設外からシステムへの介入を確認。長らく凍結状態だったゲートが起動しています。おそらくマスターキーを使われた。ではマスターキーを使った者がここへ来るということ、無事であればよいのだが。やはりか。崩れましたね、塩になって。このチリザマ、結果的にこやつらがアクルトゥルカのなり損ないであることを裏付けているが、つまりウォシスさんは本物より力はやや劣るものの、アクルカを作り出せるということですね。おそらくは。だが一体どのようにして。それも気になるですが、一体何者なのです。それは分からぬが、かなり以前から裏で動いていたと考えた方がよい。トゥスクルの時からだからな。あいつめ、ずいぶん前から我らにちょっかいを出していたのか。いや、もっと以前からかもしれぬ。おそらくは帝の暗殺も。あの時から奴が裏で糸を引いていたと考えると虫唾が走る。落とし前は必ずつけさせねばならぬな。しかしそこまでしてヤマトに混乱をもたらそうとは、奴の目論みは一体何なのだ。一つはっきりしているのは、奴を放置すればまた新たな悲劇の種をまくだろう。確かに死体をもてあさんで、あの喜びをまともな神経じゃないね。うん、小生もあのような男だとは思わなかった。ですがこれからどうしたらよいのでしょうか。決まっておる。あのような無礼者たちを好きにさせてはおけぬ。追いかけてマスターなんとやらを取り返すのじゃ。そやね、なんやいろいろうまいこと言って逃げられてしまったし。でもあの方々、なんだかすごく不気味な気がします。あの周りにいた方たち、どれほど深手を負っても平然としていました。痛みも死すら恐れていないように。そこが知れぬな。あの者たちといい、さっきの死に損ないの化け物といい、アクルカに似た力を使えるのです。今のまま迂闊に近づくのは危険かもしれませんね。この先兄様たちと同じくらいのアクルトゥルカが現れたとしても不思議ではないのです。分かっている。だがそれでも奴を止めなければなるまい。そうだね。そうとなれば早速出発じゃ。お待ちください。もうなんじゃ、我らは先を急いでおるのじゃ。何せ奴がまたヤマトに災いを持ち込むやもしれぬのじゃからな。それならばなおのこと。これを。これは、母様、もしかしてこれって。あなたにこれを渡すようにと、お守り代わりとでも思ってください。アクルカだと。なぜこのようなものがここに。そういえば
トゥスクルの方々はアクルカを封ずる術を知っていた。だがアクルカにしてはあまりに。まさか。これをどうするかはあなた次第。もしかしたら必要とする時が来るかもしれません。いや、それこそまさかだ。こんなところに。ご厚意感謝いたす。アクルカか。なあなあ、ちょっとうちにも見せて。構わぬが気をつけろ。電目が被ってるのと似てるんじゃない？ほとんど瓜二つなのです。でも使われている素材が違うような。はい、お借りした方のものはスベスベしていて、まるで骨でできているみたいです。思ったより頑丈だな。骨のようだが音の響きが違う。もしかしてこれをかぶればオシトルのようなアクレトルカになれるのか？どうでしょう。我らのアクルカとは違う印象も受けますが。うむ、よし、試してみようではないか。正常、お戯れを。内側は結構ヒヤリとしているのじゃな。大丈夫ですか？いや、何も起こらんぞ。壊れているのか、それとも世にはアクルカをつける資格がないのか。悪ふざけはおやめください。正常。そう怒るでない。ちょっと試しただけじゃ。クオもあんまり睨むな。していい冗談と悪い冗談があるかな。ではこれはそれなしが預かり受ける。それでよいな。大事にしてほしいかな。もとより心得ている。いろいろ騒がしくして申し訳ない。本来なら後始末をしていくべきなのだろうが。事情は察しています。お気になさらずに。お気遣い感謝する。では我らは。クオ、よいのか？何のこと？クオ、あのエルルーという人はたくさんいるクオンの母親の中でも特別な存在なのだろう。言われなくともクオンの雰囲気を見ていれば嫌というほど伝わってくる。長く会っていなかった様子だし、積もる話もあるだろう。ここに残ってもよいのだぞ。でもクオン、いってらっしゃい。その、私はここでいつまでも待ってますから。すまん。いいの、こっちこそ待たせてごめんなさい。ほら行こう。今はここにいたって何もできないんだから。ああ、そうだな。それにしても一体これからどこへ向かえばよいのでしょうか。奴の行く先ならおおよそ察しがついている。聖霊か。おそらくは兄貴の遺産を狙っているだろう。そこを目指すはずだ。このままでは兄貴の身に危険が。急がねばなるまい。奴の後を追う。皆急ぐぞ。言ってしまいましたね。ああ、いつの間にかあんなに大きくなっていたんですね。友達もとてもたくさん。どうしました？辛い思いをさせてしまってな。あの子にもお前にも。そんなことありません。
あの子ならきっと分かってくれます。だって私たちのみんなの娘ですもの。そうだね。本当に私でよろしかったんですか？ああ、全てはあの者に、あの者たちに託した。これからの時代は彼らが、新しい世代が築き語り継いでいくのだからな。やはり追いつけぬか。すでにこの遺跡の外でしょうね。もう随分時が経っていますから。現に奴らの背中どころか服の裾すら見えないからね。さすがに途中で追い越したなんて間抜けな話はないだろうし。ですがこうもやすやすとここから出られるものなんでしょうか？そうやえ、ここは結構広いし、案内の人がおらんと開かん扉もあるえ。ここは本来不可侵の場所ですから。考えても始まらぬ。ここは深い森に囲まれ、ヤマトとトゥスクルの間には海もある。まだ追いつけるはずだ。お待ちください。ウルお母様、もしやオルヤンクラ様なら誰がここを通ったかご存知なのでは？確かにその通りじゃ。あのお方はここを通ってはいません。ですがすでにこのトゥスクルから立ち去られました。やはりか。逃げ足まで早かったか。やってくれる。ウルトリー殿、今なんとトゥスクルから立ち去ったと言われたか？大社じゃなく、それってこちらへ。ご案内いたします。